新川桜並木は、北海道札幌市北区及び、手入区にある桜並木である。二級河川琴似川とその下流の新川の河川用、地空間及び、北海道道125号、前田新川線の道路歩道に植樹された合計1 0 5トルの桜並木である。 新平河町の二十県道路の桜並木七キロメ 7km、登別市の登別桜並木八キロメートルの桜並木を抜き、北海道最長の桜並木である。現在の札幌市でいねく一帯は、開拓以前は広大な停止地だった。新川は停止地の排水や、水運の目的で、明治中期に人工的に開拓された河川であり、札幌都心から石狩湾まで、 1 2 5トルの直線の流路である。そのため、新川桜並木は直線上の桜並木としては日本一の長さを誇る。新川桜並木は琴都川及び新川の右岸に位置する。新川佐岸側には八県中央地区桜並木が存在する。沿線には三桜が整備されており、ウォーキングやランニングを楽しむ人々に親しまれている。 三作路、新川桜並木と琴谷川を望む。対岸に見えるのが、八県中央畜桜並木新川桜並木北24条付近、新川桜並木の北区区間 7.5km は、新川連合町内会が主体となった新川地区緑化推進協議会により、1998年から2000年にかけての3年にわたり、植樹事業が実施された。 当初は5か年計画の事業であったが、3年目の2000年で、植樹事業が完了した。植樹区間は、北区北24条の新川上の端から、テイネクト、北区の境界となっている、新川中央郷まで、730余りの法人、団体、個人から2800万円を超える寄付を受け、延べ1300人の住民が植樹に参加した。 事業費はほぼ全額寄付で賄われた。植樹本数は計755本。エゾヤマザクラ、ソメイヨシノが植樹された。うち373本は寒さに強い若木を求め、十勝管内の池田町で養育されたエゾヤマザクラの若木が取り寄せられた。平成10年には松前観光神前大使からも桜の苗木85本が贈呈されている。 新川桜並木の江戸山桜1970年代から特色の少ない新川地区に住民が誇れる桜並木をという夢が住民の間で語られるようになった。1976年春には地元老人クラブの会員が新川の堤防に桜の苗木を10本ほど植えたが行政の指示により撤去している。1997年春、地元企業が 創立30周年を記念として、桜の苗木100本の寄贈の申し出を、新川地区緑化推進協議会に行った。これを契機として、同年6月に改正された河川法の規制緩和を活用した、桜並木造成事業が、同年8月新川連合町内会役員会にて、決議された。事業実施にあたっては、新川地区緑化推進協議会の規約を改正し、 新川連合町内会15町内会すべての町内会長が理事として参画することとなった。ことに川新川は二級河川であり、北海道が管理を行っている。一方、新川2は札幌市が管理を行っているため、植樹事,事業には道と非双方との協議が必要であり、住民の負担は少なくなかった。同年11月、行政との関係者会議。 道への河川専有申請確認が行われた。1998年4月19日、第一期植樹祭。97本の若木の植樹実施。ソメイヨシノとエゾヤマザクラがそれぞれ半数ずつ植樹された。植樹参加人数約390人。新川橋と八軒新橋の間の区間に、松前木蔵桜が5本植えられた。 1999年4月18日、第2期植樹祭。520本植樹。植樹参加人数約600人。2000年4月23日、第3期植樹祭。138本の江戸山桜を植樹。植樹参加人数300人。進化は桜並木誘導標識定根区内の 3km の区間は北区の植樹に先駆け。 1990年から1991年にかけて江戸山桜の植樹が行われた。しかし、海が近く強風などで桜が枯れやすい環境にある手稲区内の桜並木は枯れて伐採を繰り返し、2006年に実施された調査では桜の大半が枯れるか衰弱した状態ととなっていたことが判明。そこで2008年北海道工業大学の学生が 生態学的根派、根植法を応用した植樹実験を実施。前田森林公園付近の延べ200メートルの区間に、江戸山桜を30カ所、計70本を植樹した。2010年には、札幌西ライオンズクラブが、江戸山桜120本を寄贈。新川中央橋から、前田森林公園橋の間の1.1キロ区間に、植樹した。同6月には、 北海道工業大学と札幌市が、混食法を用いて、江戸山桜180本を植樹した。2010年に植樹を行って以降、札幌西ライオンズクラブでは、桜の生育状況を確認していくとともに、春と秋の年に会、並木周辺の清掃活動を行っている。ありがとうございます。